フィリピンの料理を紹介します。イノンオンと言います。材料は魚が基本で、あとは酢、生姜、にんにく、醤油、水、味など、最初は煮て、あと中火で、だいたい10分ぐらい煮る。液体がなくならないように気をつけてください。水と醤油と酢の量はだいたい30ミリぐらい。出来上がり、いただきます。